はい、チューダーのブースに来ました。はい、ボーチューズ&ワンダース初日ですね。はい、ロレックスも回り、次はチューダーというところで、これね、結構刺さってます、チューダー。はい、僕もチューダーは今年すごいなと思いました。チューダーやってますよ。はい、力強いです。ちょっと大きく3つ、新作が出てるんですけれども、まずは、はい、ここにあるかな、ありますね、こちら。ありました。モノクロームというね、ブラックベイ58の新しいバリエーションが出てます。僕とね、和田さんも持ってますけども、はい、58ってまあ最初はちょっとヴィンテージライクな、そうですね、ギルトダイヤルの、はい、デザインで出てますけれども、これはもう 一転して モダンな、はい、もう黒と白、このロゴは微妙にちょっとクリームがかったりしてる色なんですけれども、基本的にはもう黒と白、モノクローム、そうですね、統一されたブラック。そして僕らの持っている58にはない要素も追加されてますね。そうなんですよ、まあ、はい、表面からじゃ分かんないんですけど、はい、このブレスレットの方が進化していて T フィットがついていると、はい、いうことで、よりこう実用性が高いモデルになってる、うん、いや、これもいいよね。いや、正直今持っている58にも T フィットつけたいですねブレスレットは、はい、本当に今の現行の方が使いやすいんで、そうですよね、 T フィットの方が。このジュビリーもいいですね。はいはい、が一つかなり大きな話題かなと思います、はい、そしてこれですかね。戸だかりができてますね、はい、GMT ですよ、 GMT。 いや、 GMT 祭りですけども、そうですね、今年はロレックスも、結構今年 GMT の新作でこの黒と赤のコークベゼルを予想してる方も多かったと思うんですけど、はい、それをチューダーがかっさらうという、ね、そうですね、まさかチューダーの方で出るとは思わなかったですね。なんか毎年そんなことあるんだっていう感じがしますけどいい意味でこう期待を裏切ってくる感じがいいですね、はい、で、このね、デザイン的にもすごく魅力的なんですけど、ムーブメントも、はい、皆さんちょっとお忘れかもしれないですけれども、メタス認定、そうですね、マスタークロノメーターがついた GMT ムーブメントと、はい、いうことで、しっかりこう社内に、チューダーの社内にメタスの検査ができる、そうですね、認定ができますから、はい、パートがありますので、それをしっかり活用して、GMT 作ってるということでございます、はい、でもこう外観はすごいヴィンテージ感があって、ちょっとラバーの方だとなんかギャップがありますけど、うん、でもさらに中身の話を聞くとかなりギャップがあって、最新なんですね、はい、面白いですね。だってメタスを受けてる GMT って、まあ、仮にオメガとかないですよね。オメガはないんじゃないですかね。Cマスターの GMT があると思うんですけど、はい、それはまだマスタークロノメーター取ってないと思うので、今の時点で、なのでちょっとこれはね、注目、そうですね、はい、まあ、いよいよこうメタスが量産できるような体制が整ってきたというアピールですかね、はいはい、そしてこれです。これはブラックベイ58のイエローゴールド、シースルーバックになっております。はい、そうですね、まあ、オープンケースバッグでこの仕上げに関しては割とベーシックなものがされていて、見てうわーすごいみたいな、そういう類のものではないかもしれないんですけれども、やっぱりムーブメントが見られるっていうのは他のモデルにはない要素としてはちょっとね、面白いところかなと思います。そうですね、なんかこれってなんか若干の既視感があるんですけど、はい、前に出てたのが、何でしたっけ、ブロンズですよね、このグリーンのね、はい、グリーンといってもちょっとかなりカーキに近いような、はい、トーンの抑えたグリーンですけれども、これがブロンズで似たような色がありましたよね、はい、なんでパッと見るとあれと思うんですけど、しっかりと18金のケースで出しているということですね、はいはい、まあ、なんか非常に武骨な感じのイエローゴールドで、そうですね、またロレックスとも違うテイスト感があっていいのかなと思います、はいはい、というわけで、まあ、ブラックベイの拡充というのがね、はい、毎年されてますけれども、今年もチューダーはブラックベイ推しというところで3モデル新しいものが出ておりました、はい、いや、GMT いいですね。 GMT めちゃくちゃ良かったです。でも
あのブースもやっぱチューダーはここも面白いですよね。去年は自転車が上にあったりとかして、はい、あのツール・ド・フランスの、ね、はい、チームをこうスポンサードしてますから、うん、あそういう意味でもチューダー、まあ、すごいアクティブです、ね、そうですね、アクティビティにすごいあの、まあ、前向きというか、はい、つい最近も F1 だったりとかありましたし、はい、あとこっちで面白い展示もされてるんですけれども、はい、これはアメリカズカップの、そうですね、はい、チームアリーノ、あれあれかわいいですね、かわいいですね、はいはい、という感じで、なんかいろんな 各社こう趣向を凝らした展示がされていて、うん、まあ、そういうところも見るのも、かなり面白いポイントなのかなと思います。思います。はい、いやちょっとチューダー、さっきのね GMT 本当に買おうかなと思ってサイトをチェックしたら、はい、まあ、こっちあのスイスフランの表記で出るんですけど、はい、4300ってなってて、確か、おちょっと僕がまだ確認してないです。ちょっとね4300なんですよ、はい、あのブレスレットタイプ、はい、これはもう日本人ちょっと涙が出ちゃいますけど、確かにそのまんま換算すると72万円ぐらいなんですよね。これはなんとか日本のチューダー頑張っていただいて、そうです ね、まあ、70万円切ったりするとすごくこう買いたいなみたいな人が多いんじゃないですか。でももう日本語の公式サイトには日本円価格が多分出てますよね。皆さんそちら確認をしてみてください、はいはい、ではチューダーブースからは以上ですね。チューダーブースからお送りしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。